Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 73今日はオレゴン州でガーデナーという珍しいお仕事をされているレアン・サヤカさんをお呼びしました。サヤカさんは東京でバリバリと働いていらっしゃったんですけれども直感が降りてきて、えー、イギリスにガーデニングの勉強に行かれたそうです。そしてその後ご結婚で アメリカに引っ越して来られて、今のお仕事をされているわけなんですけれども、2020年からは、えー、心を育てる絵本講師という活動もされていらっしゃいます。えー、自然の中で働くこと、そして絵本を通して、えー、子供だけでなく大人までもが変わっていくお話など、とても興味深いことがたくさん出てきましたので、最後までお楽しみください。 こんにちは。大人の女性がモヤモヤした。現状から抜け出す。お手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは、心理学や NLP、マインド、フルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えれば、もやもやから抜け出せるかといった話が中心です。 インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください 今日はオレゴンのメディカルハーブの会社でヘッドガーデナーとしてお勤めされながら絵本講師としてもご活躍されているレアン・サヤカさんをお招きしました。サヤカさんは短大卒業後ゼネコンにお勤めされた後日本の英会話学校で留学カウンセラーをされていましたが世界各地を出張中に美しい庭園を見ているうちにガーデニングに興味を持ち 本場イギリスで勉強するために留学されました卒業後はアメリカに渡りガーデナーとしてさまざまな経験を積んで現在のお仕事をされています2020年からは心を育てる絵本講座の講師として絵本を通して大人の自己肯定感を上げたり子どもの EQ、IQ を上げる絵本の読み方を親に伝えるお仕事を始められました さやかさん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さやかさんの絵本講座実は私もあの体験させていただいたことがあり、そうですよ。あ,<の> <laughs> ありがとうございます。絵本 <laughs> とすごく心が動くっていう経験をしたんですけれども、<laughs> はい。はい。えじゃあまずちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。あはいわかりました。 はいえー、とリアンと申しますで現在はあのアメリカ・オレゴン州の南の方なのであのカリフォルニアのボーダーに近い片田舎に住んでから、まあ、20年近くになります。であの本業はあのメディカルハーブでそのティンクチャーっていうあの簡単に言うとあの陽明酒のような感じの,そのエクストラクトの薬を作る会社のえボタニカルエジュケーションガーデンであのヘッドガーデナーとして働いて18年になります。 であの日本でもなんかこの会社のティンクチャーがあのオンラインとかで買えるみたいなんですけどもであとはあの紹介にもあったように、えー、昨年から副業であの EQ 絵本講師というあの仕事も始めたりあとはのポッドキャストも趣味で始めたりと、まあ、今までの,その自分の安心ゾーンを飛び出して、まあ、新たな活動も始めたっていう感じですね。 すみませんちょっと関係ないんですけど、うん、ティンクチャーって健康食品みたいな感じなんですか,、うん、なんか飲んだら元気になるとかそういうことですん、そうですね。まあ、要はあのハーブのエキスを全部こうアルコールの中にこうあの入れるっていうかその抜き出すっていう感じで,でそれを飲むことで例えば、まあ、いろんな効能ありますよねアカネシアっていうのであれば皆さんがよく多分ご存知のように。 あの免疫力を高めるっていうハーブなので、まあ、それを飲むことで、まあ、要はお茶みたいな感じも例えばお茶だったらあの何熱湯というかあの熱いお湯がそのエキスを引き出す媒体みたいな感じでティンクチャーっていうのはアルコールとかあとグリセリンっていう甘いあの液体があるんですけどそれがこうエキスを引き出すその 要素みたいな媒体みたいになるんですけどねなのでおとなしくないおとなあい子供のもあるんですよあそうなんですねそうで<ー>それはえっ、ー、とグリセリンとか甘いので作っているんですけどうーんなんかホールフーズとかで売ってるんですよねすよオンラインホールセなんかそういう健康食品売ってるあのグロスサリーストアとかにもあの茶色の瓶で結構ダーっていろんな種類のがうんあ あうん、じゃあそれの中に入ってる、えっと、ハーブを作るお仕事をされているえっとそうですねあの農場の中で、まあ、あの一部のハーブはあの作ってますでもう私はそこの担当ではなくってそこの敷地の中にあるボタニカルエデュケーションガーデンでガーデナーっていうのをしてるのでファーマーはまた別にいて。 で私の中ではもうそのガーデンのディスプレイガーデンをとかその敷地内の景観っていうかのあたりをメインテナンスしてるっていう感じですね。あそういうことなんですね。じゃあ,あのガーデナーってすごい珍しいというかまあ珍しくはないのかなわ <laughs> からないけど <laughs> え日本人でガーデナーの方とかあまり会ったことがないんですけれどもそうです。ううううん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 、うん あのー、結構、探すといるっていう感じで、その1人、北海道にもすごい頑張ってるヘッドガーデナーさん、日本人でいらっしゃったりとか、あとはあの最近はそのイギリスでこうガーデニングを学んで、デザインを学んだ方が、ガーデンデザイナーとして、日本とイギリスとこう行き来しながら活躍されてたりとか、えー、そう、いることはいるんですけどね。 じゃあ、ちょっと,え、えー、とお仕事されるためにアメリカに来られたんですかえとそういうことではなくってあの、アメリカへその移住した理由っていうのは、まあ、その今の主人との結婚を機にっていう感じだったんですけども、あのまあ、その時って、もうあの仕事で海外へ行く機会とかもあったりとか。 その最初に園芸のインターンというか実習生としてあの1年半アメリカで働いた経験もあったのでその移住の時っていうのは全く全然問題なくスムーズに生活は始まりましたね。びっくりしたこと、うん、イギリスとの違いとかあったんですかそうですねやっぱりイギリスの,その園芸に対するその国民の見方とか とアメリカ人のの芸に対すする見方っていうのはやっぱ違うってていいうううはやぱ違感じですよね、うん、イギリスって園芸国だからもう本当にそのガーデナーとかってセレブ扱いな人いっぱいいるんですよ。えー、だから、うん、あのテレビのプライムタイム一番こう人が見る時間の夕方とかにそういった園芸の園芸形がこう出てきてあのなんか番組をするみたいな感じ。 えどんんなことをしゃべってるんですかもう本当にだから何て言うのかなガーデンそのランドスケープがあってガーデニングのところにこういうことをするとこの植物はいいんだよとか何か本当そういう普通の庭の番組なんですよ。<laughs> でそれを皆さんが見てるってことなんですね。そのゴールデンタイムに <laughs>。こ <laughs> <laughs> ういう国民でだから意識がすごく高いんですよそのガーデニングに対する意識が。だからその 一つ一つのお家のお庭作りっていうのもあの割と田舎の方に行くとすごい綺麗なんですよね。うん、でアメリカも広いんでいろいろだと思うんですけど結構そういったあの郊外のサ,サバーブとかに行くとみんなのクッキーカッターって言われてて同じようなランドスケープがこう続くっていう感じでまあそれはほらやっぱりそういったお庭作りにあんまり興味がない人だったら。 芝生を植えて木を何本か <laughs> 植えてもう誰かにテイキャしてもらうっていう感じですけどね。うん、ああなんかもうえっとなんていうの趣味というかそういうライフスタイルになってるってことですね。そうですね、うん、どっちかというとそういう印象は出てましたけどねでもその,のたそうですね私がその移住する前に <laughs> びっくりした体験っていうのがあって。はい あの本当、そのアメリカ国内の中の,そのカルチャーショックっていうのを受けたんですよ。で今だからその慣れたんですけど、このその私が今住んでるエリアのアメリカ人がその今まで会ったことのあるアメリカ人の生活スタイルと全然違ってたんですよ。で、まあ、なんかその私が今までその学生時代にの時にはあのミシガン州の。 あの学校に語学留学したので、そういう時にあった学生さんとか、あとはその留学カウンセラーしてた時に、そに、ホームステイの引率で出会った、あの結構、教会関係の、ね、郊外に住む人たちとか、またはそのカリフォルニアの本当に裕福なあのエリアに住む人とか、なんかそういうふうな、あの自分の中ではそのアメリカ人像ってこんな感じかなっていうのがあったんですけど。 その本当にこのオレゴンの田舎町の人たちって特にそのウィリアムスっていうその小さな町の中にまた本当全然違う価値観の,あの違ったその自由な方たちっていうのがすごいたくさんいてでそれがなんか結構一般に言われるなんかのヒッピー、うん、って呼ぶ方たちだと思うんですけどあの本当それこそ今までヒッピーになりたいとかワナビーヒッピーみたいななんかアメリカ人 にはあったこと <laughs> あったけれども、本当にそのそのヒッピーを地で行くっていうか、そのジプシーさんみたいな人に会ったことがなかったので、あの私のようにその日本ではそのいい学校を出て、学歴があって、あの良いところに就職すれば、すべて安泰っていうような教育を受けてきたものにしては、本当にそのアメリカに来てから初めてのカルチャーショック。 そういうい人たちだったってことがっ本当このエリアは本当学歴なんてその仕事をする上で全然関係なくってもう本当に働きたい時に働いてまたどこかへ引っ越していくみたいなそういう人がたくさんいる、うん、だから、ねうん、逆にこうアーティストみたいな方たちがたくさんいて本当に逆に関心、うん、<laughs> しましたね。<あの> <laughs> 私、カルファに住んでるからヒッピーもわなびヒッピーもどんな感じかすごい分かるんですけど、日本にいらっしゃってヒッピーを見たことのない方のために、ヒッピーを表すすとどんな感じですか私の体験としてあの言わせていただくと、あのそのずっと前にインターン実習生として、園芸の,あのそう演芸実習生としてそのウィリアムスっていう小さな町に初めて来たんですけども。 だからその今まで持ってる私のアメリカ人像っていうのも持ってそこに行ったんですよね。で、その園芸、その園芸屋さんみたいなオンラインで園芸するとこなんですけど、そこにある,ある日、アジア人の方が現れて、で本当に皆さんおせっかいだから、あ,あそこにほらアジア人がいるから話してみなよって言われて、私も、うん、分かりましたって言って <laughs> 話をしていたら、まあ、実はその方はあの韓国系アメリカ人。 だったんですけどもういきなり話の中で私の家で今日ディナーパーティーするんでおいでって言われてで,たでも私まだ車とか持ってなかったからな,なんかそれもなんとなく口約束で終わったかなと思ってたんですよそしたらその日の夕方にその園芸屋さんがこうフェンスで囲まれてゲートが閉まってるのにもかかわらずその,方その方と友達がそのなんていうのこうバンに乗って <laughs> 来て。 そのののフェース乗り越えて <laughs> のってっ私のところまでで来てて <laughs> て行ここうって言っっ言 <laughs> <laughs> ちょっと怖いですよねこれ私もよくその人たち信じて行っちゃったなと思うんだけど <laughs> あの連れてってもらってでやはりその連れてってもらった先っていうのがこうドーム型のような結構でもいい作りをしてるんですけどキャンバスみたいなの作ったドーム型の家に住んでいて。うん で、まあ大体こうディナーとかしながら、その後で、こうドラムを叩きながら、<laughs> <laughs> ドラムを叩きながら、こう歌を歌い出すんですよね。<laughs> で、そういう時って、もう皆さん結構トランス状態っていうんですかね、本当にその中に入るんで、うん、なんかそういうのをう見ながら、ちょっと私はそこまで入れずに傍観したっていう感じで、 本当だからその時になんかななんていう世界に来ちゃったんだろうかっていうねカルチャーショックを受けたっていうのが一つ <laughs> いくつかまだあるんですけどいいですか聞きたいですか <laughs> いやなんか分かります多分今ので分かっていただいたような気が <laughs> そうで,、ね、そうで本当だから自由な方たちが多いので例えばそのうちの主人の義理の親の話をすると、まあ、初めて私あの 主人だったのがそのインターン先だったんですけどね、で、初めてその両親もそこに住んでて、そのエリアに住んでたんで、あのお招きいただいたんですよ。で、初めて行って、ものすごいなんか山小屋の可愛い家に住んでたんですけど、こう入ったら、鼻歌が聞こえてきて、で、あの昼間だったんですけど、なんか,なんか今、そのお母さんとお父さんが一緒にこうシャワー浴びてるから、<laughs> 待っててねみたいな感じの、<laughs> 本当そういうの結構普通で であとは、その私が働いているハーブファームっていう名前なんですけど、そこにあのやっぱり私のような,なんかインターンが来るんですよね。で、インターンが来て、まあ、一緒にそういったあの農作業したりとか、ガーデニングで働いたりとかっていうのを学ぶんですけど、あの結構その昔、今だからもう禁止になっちゃったんですけど、昔はいきなりそのインターンの子たちがこう洋服脱ぎ出すんですよ。 で上半身裸とかあとはもうすっぽんぽなって <laughs> 畑仕事をしだすみたいな感じ <laughs> 結構なんかそういうのが普通で,でもちろんそういう方たちってほとんどがその毛だから本んにその私の常識がそこにいると非常識になっていいうん <laughs> っていう感じで本当に自由ですよねだから結構食べてるものとかも もう皆さんが言うオーガニックとかもうそういうのがなんか普通な感じの生活ですね。うん、なるほど。かりましたかねわか,か,かります。アメリカ広いですから、ね、本当にいろんな人いますよねそ。そうなんですよ。だから、このオレゴンの特にその南のあたりとかあと北カリフォルニアの方にはそういう生活をしてる人結構いますよね。うん、そううですなそうです、うんうん、すごごいいわかる、はい <laughs> はい、ありがとうございます <laughs> えーとじゃあ今のお仕事のきっかけすることになったきっかけ教えていただけますかそうですねあの、まあ、長い話を短く言うとそのまずその留学カウンセラーっていう仕事を、ね、についたつきたかったのはやっぱりやりがいを求めての転職だったんですけどもあの実際やってみてやりがいがありすぎてその過酷なその労働時間に続いて やっぱ精神的に病んで、しまったったていうのもあるんですよねでそういう中で、やっぱりその海外に行く機会とかも、出張とかあのホームステイの引率とかで海外に行く機会もあって、でその中でそのガーデンその、その国のイギリスとかオーストラリアとかのガーデンを見て、すごい感動したんですよね。で、まあ、こんなスペースを自分でも作りたいなって、その時思っていたんですよ。 で、まあそういうイメージを持ったまままた日本に帰って、で、あの当時って結構、イングリッシュガーデンがすごく騒がれていたっていうか、メディアに取り上げられていた時で、あのすごいこう、綺麗なイメージとかがあったので、こう、精神病みながら、ある日、結構忘れもしないんですけど、東京の表参道の道を歩いていた時に、突然、私はそい、その、その、ゲ、イングリッシュガーデン、そのガーデンデザインを、 今度の仕事にするべきだよっていうのがこう来たんですよ <laughs>。で、そういうのが来るときって、もう本当迷いもせずに、もう自分の道を突き進むっていうか、もう自分で学校も調べて、本当にも単独でイギリスにその園芸留学に行っちゃったっていう感じなんですよね。そうなんですね。うん、もう思い立ったらやったみたいな。そう、でもなんかそういうお告げっていつも来るわけじゃなくて、うん、本当来るときってもうそれだって分かる瞬間みたいなのがあって、で、それにこう、 自分がもうついていったっていう感じで、で、まあ、イギリス行って1年間、留学、園芸留学、ガーデンデザイナーっていうのを勉強した後デザインを勉強した後で、やっぱりまだ知識だけだとできない世界だったので、あの今度はその実習をしようと思ったんですよね。で、イギリスは先ほども言ったように、やっぱりすごく競争率が激しいというか、そのインターンのプログラムのイギリス人と一緒にやると。 なかなか通れない道だったので、その方向先をアメリカに変えたんですよ。で、そしたら、そのオハイオ州立大学が、そういった留学生を、その園芸とかの農業学を学びたい人へ、あの、そういった場所を提供するっていう、あの、期間があって、で、そこにお願いしたら、その最初行き着いた先っていうのが、そのウィリアムズの。 オンンラインのとこだったんですよそこで、まあ、あの実習をしていたときに今の主人に出会ったっていうのがあってでまた結婚をした後にアメリカに戻ってきたらたまたまそのウィリアムスっていうところでそのハーブファームっていうね会社の,そのガーデナーを募集していたっていうまただからすごくラッキーな流れでーそのガーデナーになってもう気づいてみたら18年っていう。<laughs> そうですね。十八年、そうですよね。すごい今までで一番長い。キャリアですよね。<laughs> じゃ、こガーデナーのお仕事の魅力って何ですか。そうですね。とにかく。まあ、特にそのハーブファームで働くことで言うと。本当にその一点五エーカーぐらいあるディスプレイガーデンの中で。まあ、いろんなそのテーマ決めて、こうお庭作りとかもしていくんですけど。 何ででもやらせてくれるんですよね結構あのハーフファームって大きい会社なんだけどもそのガーデン作りとかそのディスプレイガーデンに関してはすごい任されてて自分が勝手に今年はこれとこれとこれのテーマで庭作るって言ったらもうそれでいいよっていう感じでやらせてくれるのがあるしやっぱりそうやってこうずっと仕事をしていく、まあ、18年。 なんですけどやっぱり10年ぐらいやって初めてなんかすごく自分がその仕事が好きだな向いてるなっていうのがこう分かってきてで私のタイトルの中でそのホリスティックガーデナーとかって言っちゃってるんですけど要はそのホリスティックっていうのは、まあ、全てのっていうかホールっていう意味でじゃあガー,ガーデナーのホリスティックって何かなって言ったら今まではその人目線で きれいなお庭を作るっていうことだけをこう考えてデザインするっていう感じで考えてたんですけどその10年後からぐらいはやっぱりそのすべての生き物と共生できるような庭づくりみたいな感じに変えていったんですよね。うん、そうすると本当にそのただきれいで眺める庭だけじゃなくって周りを見渡すと本当蜂とか蝶と,とかそういうものもやっぱりあの一緒に。 そこに生きているわけなのでそういうちっちゃなものもこう大切にする気持ちでガーデンを作っていくと本当に広がってくんですよね。で土作りっていうのは本当一番そうなんですけどだからそういうのをこう学んでいくとすごい楽しくなってきてうんだからなんかそんな感じ。 奥が深いんですよね。すもで,すよねですね。だから本当できますよね。ですよね。だからを作るみたいな感じですか。そうですね。なんか作るのもあるし、そのハチの最近研究とかもして楽しんでたりとか、だから本当にね、あのそのガーデン私が働いているところはあのプレイグラウンドみたいな感じのイメージ。だから仕事でそのプレイグラウンドで遊べるっていうイメージでこう仕事ができてるっていうのがすごい。ですね。 楽しいんかやりたいなんかやりたいことと仕事が一致してるって感じですね。そうなんですよね。やっぱ自然に触れるってすごいいい,いことだなっていうのがあって、まあ、ただや,、ね、やっぱ自然とこうあの自然ありでの仕事なので大変なことももちろんあって例えば 雨が降ろうが、あとは夏の炎天下の時期だろうが、まあ、働かなきゃいけない時っていうのはあって、まあ、農,家農業される方は、とにかくそういったそのハーブを育てて、あの収穫しなきゃいけないってノルマとかがあるんだけども、ガーデ,ガーデナーの場合は、結構私は自由に暑い時は日陰で作業したりとか、あの雨が降った時は中に入ってデザインのことを練ったりとか。 そういうことができるので、そこら辺はあまり気にはならないんですけど、まああとはでも肉体労働といえば肉体労働なので、まあ、向いてる人と向いてない人っていうのはいるかもしれないですよね。そうなんですね。で、えっと、それをやりながら、絵本講座というのも始められたんですけど。<laughs> はい えっとあなんかこのきっかけも聞いてみたいんですけど、まず絵本講座ってどういうことなのか、教えていただけますかそうですね、あの昨年の秋にあの、絵本未来創造機構っていう団体から、その私は EQ 絵本講師っていうのに認定を受けさせていただいて、まあ、講座の仕事っていうのは、まあ、あの大まかに言うと、その子育てのスキルっていうのをその先生として発揮させて、 その絵本講座を通してそのお母さんたちを応援するでそこにあとプラス自分の夢を叶える仕事っていう風に言われてるんですけどほんとその講座をするごとにやっぱり相手を輝かせてあとやっぱ何より自分がいつも絵本に癒されているんですよねだから毎回講座しながら実は自分へそのセルフコーチングしてるっていうことに、うん、気づくんですよね。 なので、あのそれで絵本ってね、子どもだけのものって思いがちなんですけど、実はその大人の私たちにとってもすごくこう恩恵を受けるものなんですよ。だから逆にその大人にこそ絵本だっていうことを講座では教えてますね。うん、うん、そうなんですね。これを始めたのはど、どうしてこれに興味を引かれて始めたんですかそそうそれがね例えばこの 今考えると1年前ぐらいの私ってあの何かやりたいなって要は皆さんが言うようなもやもやしてる気持ち何かやりたいけど何をやっていいか分かんないみたいなあのそういう気持ちがあっていろいろ調べていたところであの絵本で自分の自己肯定感が上がるっていう講座をここでやってたんですよね。そそれであの,その時に、まあ、あの21日間って こう人間は続けると習慣化するって一般に言われてる日数でその21日間の間に毎日その読み,か読み聞かせ絵本の読み聞かせを聞いてで必ずあの夜に自分の感謝と自分を褒めることをジャーナルに書くっていうことをやらされてたんですよその21日間。でそのえっと 始める前と始める後で自分の脳の状態がどういう状態かっていうのをこう調べるデータみたいなのがあってでそれをしたときにそのはじあのあやったあとで自分の自己肯定感が本当にすごいあの20点ぐらいすごい上がってたんですよねでそのときには全然その自己肯定感が上がったっていう意識はなかったんですよでなくてあじゃあやっぱりあんまりこれは 意味なかったのかななんて思いながらその12か月後ぐらいにまた突然なんかお告げみたいなものが出てきてでそのお告げが出てきた時に本当にそのいろんな夢が叶い始めたんですよね。どんなお告げだったんですか <laughs> あのま,まず一つはその私がすごく憧れている あのアメリカのポッドキャスターさんがいるんですけど、その彼女のように、その日本人へインタビューをしなさいっていう風に出てきたんですよ。で、その時にもあそうだ、そうし,そうしたいなみたいなのがあって、でその後本当、ほんとどん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 いろんなことがこうあの私の方にこうに出てきた時に、やっぱり絵本講師っていうその仕事もこう出てきたんですよね。 やっぱりその絵本のおかげでこう自分の中でその脳が書き換えられたっていうなんか経験があってで、うん、思い切ってその絵本講師になってみようかなっていうのもあって始めたんですよね、うん、じゃあ今さやかさんがしている講座っていうのはさやかさんが受けられた21日間の講座なんですか えっとね、それとは違う、それもやることはあるんですけど、不定期なんですよ。で、私が、あのー、させていただいている講座っていうのは、まずあの、お母さん向けだった場合は、やっぱりその子ども、やっぱその絵本っていうのがいかにいいかっていう話も、その脳科学の話も含めて、あのー、お話しさせていただくんですけども、で、その子どもたちがすごく絵本を好きになるには、実は読み方のポイントとか、その絵本の選ぶポイントっていうのがあって、 あのそういうのを本当に少し学ぶだけで、本当にね、1週間、もうすぐ、もうその講座のすぐ後にそれを実践したら、もう本当にその通り、子どもがもう喧嘩をしてでも、なんか絵本を読んでって、あの兄弟で言ってくるとかねあの、そういう、テレビずっと見てたのに、絵本を読むよって言ったら、もうテレビも消して、自分のとこに来てくれたとかね、なんかそういう風な話をたくさん聞いてて、まあ、だからお母さんにはそう言った。 あの講座もしてますしで、さっきも言ったように、やっぱり絵本って子供のものだけじゃなくて、あの、実はなんか人って、あの、少なくとも人生で、その3回絵本に触れる機会があるって言われてて、最初はやっぱりその幼少の時で、で、あとは、あの、親になって、自分が親になって子供に読む時。で、あとは、あの、まあ、自分がそのおばあさんっていうかね、になって孫に読む時。 みたいな感じなんですけど、まあ、大人の方にはその絵本を使って自分の脳をこう書き換えて自己肯定感を上げて夢を叶えていこうっていうような講座もありますね。でそういったものもさせていただいてます。すごいあの絵本をおすすめしていただいたのがあったんですけどそれもすごい良かったし。はい そうなんです、うん、またなんかね私もともと画集とかを見るのが好きだったんですけどああそうななんですねなんかでも絵だけを見ているのとやっぱ物語とのついている絵を見ているのとまた違う違いますよねそうです絵と言葉で入ってくるっていうのがそうなんですよだからそこがまた絵本のいいところで、うん、その絵を見るのとあとはその言葉っていうのがこう一緒になるとあの で絵本読む時ってよく皆さんがそのなんだかよくわからないけれどもなんかその絵本を読んでもらった時に号泣したっていう人がすごくいてそのなんだかよくわからないけどっていうのは実はその自分の無意識の感覚の中に入ってるっていうことなんですよね。でまあ無意識の感覚っていうのは潜在能力とかって言われますけどあの要はその右脳の部分をすごく働かせる要素。 絵本の中に入ってて、やっぱり読んだときって、論理的にあんまり考えるっていうよりも、感覚でその本をこう絵本なんでね、読むっていうのがあるので、であとはその、人間っていうのは、その主語を理解しない動物って言われてるんですよ。だから、例えば、絵本の中のハッピーストーリーをこう聞くときに、自分もハッピーだっていうふうに脳がこう捉えるので、 そういったハッピーストーリーな絵本をたくさん自分に読んであげたりとかあとはもう本当子供に読んであげたりしたら子供なんか特にもう右の全開で生まれてくるのでちっちゃい時にそういったあのハッピーストーリーとかを読むことで自分がハッピーだとかすごくあのその物語の主人公に自分がな,なれるんですよね。 だからそういう点ではやっぱり子どもにも大人にも絵本がよくってただなんか大人ってやっぱり左能がねあの働いてきてしまっているのでそのあたりはあの子どもよりもこう練習とかをしないとその右脳とかをこう活性化することってできないんだけどもそれをするには実はすごくこうた最短でできる方法っていうのがやっぱ絵本っていう感じでなんかそういう話とかも。 まますすすねねはいいそううでありがとうございますと心理的に一皮むけたブレイクスルーがあったような経験についてお話できたらお聞きしたいんですけれどもそうですねあの、まあ、ブレイクスルーそうですねあの、まあ、今ねやっぱ人生100年時代って言われている中でやっぱ自分も今人生を半分過ごしているのでやっぱ後半の人生と をどう生きるかっていうことをすごい考えていたときにあの、例えば、まあ、ちょっとブレイクするとちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、あのまあ、学生時代のアルバイトとかその、私の初めの就職先の建設会社は、要はその食べていくためのライスワークって言われるものだったんですよね。で、あと今、ガーデナー18年して、これがその自分の転職だっていうそのライフワークを、あの って思えるようにまなってきたんですけどでもそのこれからはその先の,その相手も輝かして自分も輝くような仕事っていうのがあのライトワークって言われてるんですけどそれをその一生続けたいっていうふうに思っていてで、まあ、この風の時代にもう何でもやってみようっていう感じでま思ってるんですけどもでガーデニングガーデナーとしてもそのガーデナーになって 要は裏方なんですよそのバックステージャーそういう作品を作るためのそういうなんか裏方みたいな感じなので実際にそのガーデンを見に来た人にとっては私ではなくてその作品を見てもらうっていう感じなんですよね。だから私の中ではやっぱり来てガーデンを見てすごくこうウキウキしてて楽しんでて何か言ってくれるっていうことが一番の自分のまああの。 ご褒美っっていう感じだったんですけどうでもこう最近ねそうやってずっとガーデニングしていて知識もつけてきた時にすごくあの美しい自然とか植物のことをこう全部こう独り占めしてきたっていうかどこにもこうああの伝えず自分のものだけにしてた時にもったいないなと思ったんですよね。ややっっっぱぱりりこの知識をやっぱりどっか アウトプットしないとね、やっぱもったいないなと思って、で、自分をもっと出していこうって思ったんですよ。で、私、なんか性格上、HSP って言って、Highly Sensitive Person? あの結構、気質なところもあって、やっぱその表に出ることにすごい抵抗があったんですよね。でも、心のどこかにその伝えたい自分っていうのもいて、すごい葛藤してて、で、やっぱりその絵本で、 その直感が磨かれたのかそのブロックがやっぱりその去年に一気に外れたんですよねなんか多分そこが私のブレイクスルーだったのかなっていうのがありますねうん、うん、でもそのやっぱ安心ゾーン今までの安心ゾーンから出るとその次の未来行くために必ずそのなんかレッドゾーンみたいなその違和感状態とかを通らなきゃならなくってなかなか気持ちが行ったり来たりしちゃうんですけどね でだからその時に常に自分を良い状態にする練習をやっぱりするかことかななんて思ってるんですけどでも結構それが絵本でできたりとかうーんなるほどなるほどうん,うーんそうですねあの良い状態保つのすごい大事ですよね。うーんですね。うん、じゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか うんそうですね、なので、まあ、さっきも言ったように、やはりこれからは自分の中での,そのライトワークを目指して、あのそれを一生続けたいなって、自分が動けなくなるまでやりたいなっていうのはあるので、<laughs> <る>今、やっぱそこはもう作中なところかな、すごい共感あ、私もライトワークをし,しようと思って、コーチングをそうですよね。はい なんかもうそれだったら別にリタイアしなくてもいいじゃんみたいなこれを死ぬまでなんか他の人の役に立てるような仕事みたいな <laughs> そうなんですよねだからほに人生100年時代できっともう60代70代の方がピンピンしてると思うんですよだからそういう時になんか何ができるかなっていうのを考えたらねそうやって自分も人も輝かせることをできていたら 老後も楽しいんじゃななないかな、うん、そうんですね、はい、ありがとうございますじゃあ最後なんですけど今立ち止まってもやもやしている女性にどうすれば一歩踏み出せるかアドバイスがあれば教えてください。そうですねあの私も何度もつまずいてる人間なのであの大したアドバイスはできないんですけどまあうまくいっている時の自分を振り返ってみるとまあまずはやっぱり自分を良い状態にする っていうことで,すよ、ね、で、それを、それはそのいろんな方法があると思うんですよ。で、例えば、まあ、ゆりさんのプログラムを受講するとか <laughs>、そういうのもあると思うんですけども、あの、まあ、い状態にすることっていうのは、何かやっぱワクワクすることをする、をする。で、あとなんか周りの当たり前に目を向けて、なんかひたすらそれを感謝するみたいな感じですかね。で 私の場合はやっぱり自然に触れる例えば最近暖かくなってその春の、ね、花のつぼみが膨らんできたことにワクワクするとかあとはまあもちろん絵本を読んでその感じることっていうのとかねあとはあの私最近その茶道のお手前っていうのをしていたのでそのお茶を立てたりっていうその五感がやっぱ研ぎ澄まされて右脳が活性化するっていうことをする結果やっぱ直感が 働きやすくなると思うんですよねでやっぱりあるにフォーカスすると波動もやっぱり上がってくるしそういう良い引き寄せとか連鎖が起こるって信じてるんでやっぱその自分が一番いい状態になる時に例えば本当はどうなりたいのかって考えた時にもその出てきたその時の選択に間違いがないと思うんですよ。なのでやっぱそこで現れたチャンスをやっぱ次は掴むっていうことですかね。うん うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にえ今日のお話を聞いてさやかさんのことをもっと知りたいとかフォローしたいとかいう方がいらっしゃったらさやかさんのことをどう,やってど,どうやってコネクトしたらいいか教えていただけますかそうですね。あの基本的には Instagram ですねあの。私の個人アカウントの Instagram、えー、に行っていただくとそこの、えっと、バイオのリンク のところにあの絵本講師のことも載ってますしであとはあの私その3月の春休みとかスプリングブレイクの週にあのマイクログリーンっていう、まあ、お家でね簡単にもう1週間ぐらいで育ってて食べれるあのマイクログリーンっていうあのものがあるんですけどそれをこうみんなで作ろうチャレンジみたいなワークショップをしようと思っていてでそれをまず あのするには、私のフェイスブックグループに入っていただきたいんですけど、そのフェイスブックグループのリンクも。その私のインスタグラムのバイオのところに行くと、えー、見れるようになってます。はい、わかりました。じゃあ、インスタグラムのリンクを、えー、ショーノートに貼っておきます。あはい、はい、じゃあ、今日はさやかさん、どうもありがとうございました。あはい、こちらこそ、どうもありがとうございます。 最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの配信がお役に立ったという方がいらっしゃったら、ぜひお友達とシェアしていただくか、または配信登録、星マークポチ、レビューの方などよろしくお願いいたします。2021年は無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインで動画配信もしていく予定です。自分も世界も変えていきたいと思っているメンバーとともに、一緒に高め合っていけるようなグループにしたいので、 興味のある方は、ショーノートのリンクから、ぜひ参加申請をお願いします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって、夢を実現できる人になるコーチングセッションに興味のある方は、メールアドレス info at ud-media.com からメールまたはショーノートのリンクからお申し込みください。現在、もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。 これもショーノートにリンクがあります。